今日はお布団をかぶったままでできる寝る前のストレッチ。やってる間にね、だんだんお布団の中があったかくなってきますから、途中で眠くなったら寝ちゃっても OK。 朝まで爆睡して明日の朝はお腹すっきりしていますから、一緒にやっていきましょう。はい、仰向けに寝ている状態で行っていきます。仰向けがねちょっと楽じゃないっていう方は、まず最初膝を曲げている状態でいきましょう。でね、胸の間、この、ね、胸骨っていうんですが、この辺をねまずちょっとゴシゴシとねリリースしていきます。一日ねやっぱりねお仕事をしたりいろいろやると、この辺がねキュッと固まっちゃいますよね。特にね冬は背中を丸めがちなので、そういう時はねこういう前側が実はすごく固くなってます。ゆっくり息を吸って呼吸をね止めないように呼吸をしながら、このね前の胸のところをほぐしていきます。はい、で今度ちょっと横にもこういう風に広げて軽くね動かしましょう。やりづらい場合はこういう風にクロスしても OK です。ふー、はい、呼吸忘れずに。はい、 OK です。では今度その下に下がって、こうやってね触ると肋骨がねあるのが分かると思います。この肋骨の際をねゆっくり息を吸って吐きながらね少しこう揺らしながら押していきます。吸って、はい、この奥にね横隔膜があるんですけど、そこはねどうしても硬くなりやすいです。はい、吸って、はい、あとねいろいろ周りにね気を使っている方とかもね、この辺はすごくキュッて硬くなりやすいのでね、寝る前に少しゆっくり深呼吸しながらほぐしていきましょう。はい、 OK です。ほい、そしたらその下、このねおへその周りをほぐします。今日はね簡単に手を組んでキュッとお肉を縦につまみます。でそのまま上下に、はい、動かしていくと、ね、内臓も一緒に動いて、内臓のね、動きも良くなるし、お腹もほぐれるので、キュッとお肉をこう、挟んで、上下に動かしていきます。はい、なんかね、一緒に中身も動いてる感じしますよね。これで明日の朝はすっきりいきますよ。はーい。ふう、オッケー。では下っ腹に移っていきます。これもね下腹がめちゃくちゃへこむ技なんですけど、膝を曲げてなかったからね、膝を両膝を曲げます。でまず片側のお肉をね下からキューッと集めて持ち上げる、お腹のお肉ね。そしたらそれをちょっと上に引き上げながらゆっくりと膝を伸ばしていきます。で持ってるお肉はプルーンって取れちゃっても OK です。はい、でもう一度膝を曲げてお肉集める、上に引き上げながら足を伸ばす。はい、もう一度集めて伸ばす。はい、集めてちょっとこう引き上げながら伸ばす。そうするとねこの鼠径部が伸びていきます。最後もう一度集めて伸ばす。オッケー。一日ね、ここ曲げてる方が多いのでね、これだけでもね、やった方の方がちょっとお腹へこんでません？これ本当に即効性があるんですよね。はい、じゃあ反対行きましょう。こっち側もお腹のお肉集めて伸ばす。はい、集めて上に引きながら伸ばします。お肉取れちゃってもいいですからね。はい、引き上げて伸ばす。はい、引き上げて伸ばす。はい、最後もう一度集めて引き上げて伸ばす。 OK です。じゃあ足を伸ばして少しねこの股関節からくるんくるんと回しましょう。はい、ここね緩めてあげるとね、最初仰向けがきつかった人もちょっと楽になりませんか？このね前側が伸びると大の字でね寝れるように
なります。ちょっとねお布団から隙間が空いて寒くなっちゃったらこうちょっとこう調整しながらねやってくださいね。はい、 OK です。でもう一度両膝を曲げてそう、ね、左右に倒していきます。お布団があるのでそんなに大きく動かさなくてもいいです。左右に揺らすだけでね効果があるので、ちょっとできる人はふー息を吐いてお腹をへこませながら左右に動かしましょう。はい、OK。では、この膝を開いたり、閉じたりしていきます。これだけはね、お布団がある分、いつもよりちょっと負荷がかかるかもしれませんね。こう、お布団を真ん中で挟むような感じで、そうすると、内ももに力が入ってるでしょ？こう触ると。内もものね、トレーニングになります。はい。開いて、閉じる。内ももってね、本当に、力がね弱くなりやすい、使えなくなりやすいところなので、ちょっと力をキュッと入れてお布団を挟むようにしましょう。息を吐きながらふふふふ、ラストもう一回ふー、 OK。 結構疲れましたよね。はい、そしたらそのまま今度横向きになります。はい、でもうももの前、ここだけはねちゃんと伸ばしておくのが大事です。ちょっと丸くなってお布団整えながらね、はい、足首を持って足を後ろに引いていきます。お尻をかかとにつけて、なるべく腰が反らないように丸くなりながらふー、はい、これもね鼠径部をしっかり伸ばします。はい、OK。で、足を戻したら、そのまま、今度、下の足を伸ばして、上の足は、お布団にくっつけます。はい。で、上の手を、ちょっと布団から出して、もぞっと出して、ぎゅーっとね、反対側に倒していきます。この時に、なるべくね、肩を布団の方に倒していきましょう。体をねじるように。でね、痛いところまで無理しなくていいですから、くっつかなくてもいいので、気持ちよくね、呼吸をしながら、胸と腰、お尻伸ばしていきます。そろそろね、眠くなってきたなって人は目をつぶりながら、でもね、顔は反対側の手の方を見ると、しっかりね、背骨までねじれていきます。はい、OK。ゆっくり戻りましょう。はい、布団にしまって大丈夫です。では、反対くるっと向きます。はい、で、後ろのかかとを持って、お尻につける。丸くなりながら、足を後ろに引いていきます。ゆっくり深呼吸。こうやってね、反り返らないように、目線はお腹の方に持っていくといいですね。なるべくこれを、後ろに引きます。ふー、もう一度。はい、 OK。 ゆっくり戻って、下の足を伸ばして上の足を布団につけたら、手をもぞもぞっと出して、はい、反対にひねっていきます。はい、そのまま深呼吸。手がね、下すぎると胸が伸びないので、少しね、上に上げましょう。ふぅ、眠くなってきましたね。ふぅ、でもね、このウエストしっかりひねるの大事ですね。ふぅ。はい、ゆっくり戻ります。はい、だんだんね、お布団の中が暖かくなってきたところで、もう一度膝を曲げて、ふくらはぎ、ちょっとね、隙間空いちゃうかもしれませんが、これね、やっぱりやっておきたいですよね、ふくらはぎ。ちょっと足を乗っけて、お布団の中でも、ゴシゴシと動かしていきましょう。
ちょっと寒い人はこの高さこうやって低くしてもいいけど、まあね、疲れちゃうからこのぐらいがちょうどいいですかね。いろいろね角度を変えて気持ちがいいところを動かしていきましょう。やっぱねふくらはぎ疲れてますよね。やっぱね足の下の方のリンパをね上に戻さないと明日の朝ねパンパンになってしまうので、寝る前にねふくらはぎ動かしておきましょう。 OK、 反対です。あー気持ちいい。ふー、いやーもう目つぶっちゃいますね。大丈夫、もう眠い人はね半分寝ながら、はい、ゴシゴシと気持ちがいいところを見つけて動かしていきましょう。呼吸止めないように。今日何歩くらい歩きました？ね、たくさん歩いた日も足って疲れてるんですけど、実はねじーっと座ってる日もね結構疲れてますよね。よくねふくらはぎほぐしましょう。 OK です。ではゆっくりと楽な姿勢になります。はい、あと肩周り、片手を上に伸ばして、ちょっとねこういうふうに肩が上がっちゃう人が多いと思います。腕からこの脇の下をね万歳している状態でこういうふうにキュッキュッとねつまんでほぐしていきましょう。はい、もうね脇もこういうふうにキュッキュッて、こう親指と指でこういうふうにつまんでも OK です。はい、で二の腕のお肉はしっかりとキュッキュッキュッとつまみ剥がすようにすると、だんだんね手が上に上げやすくなっていきます。 OK、 両方上げてみるとねこっちの方が下に下がってますよね。こっちやりづらいのでこっち側も、はい、つまんで剥がしていきましょう。つまみ方はこういう感じ、キュッキュッ、あんまり指にね力入れないでこう手でつまむとやりやすいです。下の方はちょっとやりづらかったら親指と獅子でこういう風にね挟みます。ふー、あー気持ちがいい。ここにもねリンパがありますからよくほぐしていきます。はい、 OK です。ゆっくり戻りましょう。はい、では最後顔周りですね。手で耳の上をキュッと挟んで側頭筋をくるくると回して緩めていきます。軽くね圧迫してる状態でもう目をつぶって、ふー、気持ちのいいところを見つけてくるくると動かします。ちょっとねなるべく引き上げるように、はい、OK です。はい、では耳を挟んで下から上に持ち上げます。はい、耳たぶをね耳たぶごと上にギュッ、はい、顔のお肉も上にずーっと持ち上げます。はい、もう一度、ふー、気持ちいい。はい、ラストもう一度、ふー、はい、 OK です。では首を伸ばします。片側に首を倒してそのままね顎を持って斜めに首を上げて伸ばしていきます。ちょっとね顎の皮を引っ張り上げるようにするとしっかり伸びます。あんまり伸びないなって人は逆に今度胸を下に、胸の皮を下げてこういう風にね違う方向に上と下に引き上げ引き下げするとしっかり伸びます。はい、反対も行きましょう。横に傾けて顎の皮を上に上げながら
ぎゅーっと伸ばしていきます。足りなかったら胸は下に下げます。もう一度ゆっくり戻りましょう。はい、では最後熟睡呼吸です。もうね、眠くなってると思いますから、目をつぶって大きく息を吸って吐きます。はい、吸って吐きます。ゆっくりね、呼吸を続けましょう。お腹に手を置いてね、お腹の動きを感じながら、はい、今日一日何かね、いいことあったかなって思い浮かべてみましょう。はい、美味しいもの食べれましたか？誰かの素敵な笑顔見れましたか？今日なんか何にもできなかったなーっていう方も、今ねこのストレッチをできてるから花丸ですね。寝る前にこんなにね、ちゃんとストレッチをやって寝る私ってなんて偉いんだろう、もう花丸と思いながらね、にっこりとして眠りにつきましょう。はい、大きく息を吸って、最後は笑顔で息を吐きます。お疲れ様でした。明日の朝はまた朝のストレッチでお会いしましょう。明日もいい一日になりますように。ぐんぐん、おやすみなさい。ミコ公式 LINE がまたまたリニューアルしました。はい、今回のリニューアルでは、 YouTube は動画がたくさんあって何からやればいいのっていう方に、あなたに合った動画診断や今月のおすすめ動画も作りました。迷った時はこちらからやってみてください。そして長い動画は苦手というあなたには、ミコハッピーストレッチがおすすめ。1日1回このボタンをポチッと押してもらうと、1分から2分のね、短い動画が送られてきます。この後がすごい。これね、やった後にこのスタンプカードにね、ポチッとハンコを押せるようになっています。3本貯めると豪華商品ももらえます。実は豪華商品もね、またリニューアルしたので、前にやっていた方もぜひもう一度やってみてください。公式 LINE はこちらのボタン、または概要欄からポチッと進めるので、無料ですからぜひやってみてください。